昨日は最悪でした。<laughs> あのお客さんがすっごい若かったんですよ。あんた誰ですか？って言われそうな感じのお客様のそうだったんですけど、まあなんとかあの1時間ちょっとの間に。 えー、コミュニケーションを取れるようなところまで来てああやっと手,手をつなぐことできたなと思ったらもう時間が来て終わりましたそういうお客様でもたくさん入ってくださればもうこれはもう僕にとってはすごく嬉しいことなんで、えー、頑張って <laughs> やることはやりましたけど昨日はまあ,あの2回昨日ちょっとステージをここで、えー、やりまして、うんまああのー、2回とも頑張って 僕の中ではまあそういう世代がもう今は世の中にたくさんいらっしゃるということは僕も承知はしてるんですけどわざわざ僕を見に来なくてもいいんじゃないかなという感じはしたんですが。今日はすごくおお若いお客様の ででできるのは嬉しいなと思ったんですがそれなりのやっぱりギャップはあるなということを感じましたんでいつまでもやっぱりこうしてテレビに出たり新聞を通してでも雑誌を通してでも、えー、自分をアピールしていかなきゃいけないんだなというのをね、えー、昨日つくづく感じさせていただきましたで。